まさかなんですけど、これ3人乗りなんですかね、今回。黒色に金色のラインがめちゃくちゃゴージャスに見えます。皆さん、こんにちは。ジェシオルグブルで、ひらげな！はい、今回紹介するレゴはこちらです。はい、こちらレゴスピードチャンピオンランボルギーニウルス STX& ウラカンスーパートロフェオ EVO です。はい、今回の動画はこちらを組み立ててレビューします。はい、箱はこのようになってます。いや、もうこれはかっこいいな。Amazon のブラックフライデーセールで、これ定価8000円するんですけど、これが6000円で売られていたので、思わず購入しました。今回こちらの2つの車は両方ともランボルギーニです。はい、箱の裏はこのようになってます。これが実車の2台で、で、今回こちらのセットには、このスタートランプが入っています。これは前に組み立てたパナソニックのジャガーと全く違います。では開けます。おお、はい、中にはパーツの入った袋が5つと、説明書が2冊と、車のベースパーツ1つと、シールのシートが2枚です。今回シールの貼る量めっちゃ多いですね。全部で何枚あるんだろう。全部で推定55枚ほどあります。説明書は2冊になっていて、1番の説明書でウラカンスーパートロフェオが作れて、2番目の説明書でウルス STX が作れます。ではまずはこちらのウラカンスーパートロフェオ EVO から組み立てます。はい、では次はこちらのランボルギーニウルス STX を組み立てます。
はい、まずは組み立てが完了しました。いや、これはパーツすごく多くて作るのがすごい大変でした。ちなみにこれだけで全部で2時間かかりました。では今からこちらのシールを貼ります。せーので、はい、すべて完成しました。いや、これは長かった。ちなみにシール貼るだけで20分もかかりました。あのランボルギーニは名前だけ知っていて車あんま詳しくないんですけど、こんなにかっこいいですね。今回のミニフィグは2体入っています。裏側はこんな感じです。やっぱランボルギーニのロゴがあるだけでめちゃくちゃかっこよくなります。で、こちらのミニフィグはリバーシブルフェイスとなってますので、はい、このように顔を変えることができます。ヘルメットをつけてみるとこんな感じです。ではまずはこちらのランボルギーニウルス STX を見ましょう。全体を見回すとこんな感じになってます。これが結構大きくて重たいです。タイヤがついてますので、このように転がし走行で遊べれます。で、こちらのウルス STX は今まで出たレゴスピードチャンピオンの中でタイヤが全く違います。見てわかる通り一回り大きくて、さらにホイールパーツが全く違います。はい、では近くで見るとこんな感じです。ボンネットはこのようになっていて、バンパー周りはこのようになっています。ライトはクリアブラックになっています。はい、側面はこのようになっています。側面のここがイタリアの国旗を表しています。後ろ側はこのようになっています。では内部を見ましょう。はい、運転席はこのようになっています。前に作ったジャガーと一緒で、今回レバーとかそういうのではなくてシールで再現されています。そして今回後ろが空洞になっています。まさかなんですけど、これ3人乗りなんですかね今回。ではミニフィグを乗せます。はい、乗せてみるとこんな感じです。では3人乗りをやってみます。ちなみにミニフィグのヘルメットパーツなんですけど、何もつけないかこのヘルメットパーツにしないと絶対に入りません。3人目に関しては座らせてからちょっと寝かせます。そしてルーフをつければ、はい、こんな感じです。いや、3人乗りできるのこれすごいな。このままこの走行で決めます。では次はこちらの裏缶スーパートロフェオ EVO を見ましょう。いや、これ渋くてめちゃくちゃかっこいいな。黒色に金色のラインがめちゃくちゃゴージャスに見えます。いや、これは見事に光ってます。かっこよすぎる。はい、まず正面はこのようになっています。ボンネットに関してはちょっと透けてますね。これ大丈夫なのかな。まあ一応大丈夫ですかね。はい。ルーフ周りはこのようになっています。そして側面はこのようになっています。で、ここがイタリアの国旗のようになっています。後ろはこのようになっています。テールランプはクリアレッドになっています。そしてルーフはこのようになっています。ちなみにこれ以外全部シールなんですけど、めちゃくちゃかっこいいな。じゃあ次は内部を見ましょう。はい、内部はこのようになっています。内部の造形はウルス STX とほぼ一緒です。運転席のシールはウルス STX と全く違います。ではミニフィグを座らせます。はい、ミニフィグを触らせるとこんな感じです。そのままプロ走行で遊べれます。では最後はこちらのスタートシグナルです。こちらのスタートシグナルのギミックは、ここをスライドすると赤に点滅します。はい、こんな感じです。なのでこんなことができます。前のパナソニックジャガーについてくるスタートシグナルと全くギミックが違います。はい、今回紹介した2台と一緒に並べるとこんな感じです。スタートシグナルがあるだけで結構雰囲気が出ます。では大きさ比較いきましょう。まず前にレビューしたジャガー E トロフィーと並べるとこんな感じです。まあ大きさ的にウルス STX とほぼ一緒ですね。では次はこちらのジャガーフォーミュラ E と並べるとこんな感じです。色合い的に裏感とほぼまあ似てますね。両方とも黒ベースで、こっちがシアンカラーがあって、こっちがゴールドカラーがあります。では次はこちらのフォーミュラ F8 トリビュートと並べるとこんな感じです。あー、なんか色合い的に結構いい感じですね。高さ的にはほぼ裏感と一緒です。では最後は日産 GTR と並べるとこんな感じです。高さ的にこの2台の平均がこれといった感じですね。はい、今僕が持っている2020年に発売されたレゴスピードチャンピオン全部並べるとこんな感じです。いや、これはめちゃくちゃかっこいいです。で、あと持っていないのがアウディスポーツクワトロ S1 なので、まあアウディに関してはまあどうしようかな。はい、レゴスピードチャンピオンランボルギーニウルス STX& ウラカンスーパートロフェオ EVO はこんな感じです。はい、ということで、レゴスピードチャンピオンランボルギーニウルス STX& ウラカンスーパートロフェオ EVO を組み立ててレビューしました。レゴスピードチャンピオン結構組み立ててるんですけど、今回もすごい良かったです。まずこちらのウルス STX なんですけど、思ってたより大きくて、さらにこれだけで結構重量感があってとても良かったです。で、こちらのウラカンスーパートロフェオ EVO なんですけど、黒いボディに
に黄色のラインがあってめちゃくちゃ渋くてかっこよかったです。個人的にこの2台の中でどれが好きかっていうと、こちらの裏缶スーパートロフェオ EVO です。僕黒色の車は結構好きなんで、この黒色に黄色のラインが入った裏缶スーパートロフェオ EVO がめちゃくちゃかっこよかったです。はい、以上ヒロゲーでした。ありがとうございました。はい、今回の動画面白ければグッドボタン、高評価をよろしくお願いします。そして僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてコメントやリクエストや質問などお待ちしております。それでは次の動画でお会いしましょう。おならー。イエーイ。